冒頭申し上げることはありませんがね、これ一つメディアの職員もね強く認識してもらってね、やっぱある危機感を持ってこれ人類のために協力してもらいたいんだけど、この間ね南アフリカのダーバンであったCOPの会議ね、あのざま何ですかあれ。結局ねアメリカと中国とねインドという国がごねてね、それでああいうことになった。で案は4年先に作り直すと、それでその案をね実現するのはさらに5年先の、2020年、9年間の空白ってのは一体どんなことになるんですか。これはね今その世界中で異常気象が起こっている。これ異常気象じゃないんだよ。世界の現況 CO2 の増加ね、温暖化から見ればねごく正常な現象が起きてるわけ。正常な気象がで、アメリカでとんでもない雪が降ったとかね、日本じゃ豪雨がとにかくあちこち起こったとかね、当たり前じゃないですかね。ハンセン教授が言ったみたいに北極の氷がどんどん溶けて南極も溶けてる。10年後にはね北極点の横をね船が取れるようになるかもしれない。そういう状況の中でね溶けた水が海にあふれて遠心力でねとにかく赤道の周りの水が一番膨れ上がるわけだから、私5、6年前にいたツバルなんてはもうまた沈んじゃったですな。もう4分の3ぐらい沈んでるんじゃないですか。もうそろそろやっぱりオーストラリアに人を移さなかったらあそこの人たち溺死するでしょう。まあ、そういう状況が起こってるのにね、これからまたいつ起こられるかね、そのまさに各国の首脳が集まるサミットでもね、3年前からねスポークスマンが、その問題についてはよく話さなかったが、それでも半歩前進した。3年で半歩ずつ一歩半前進して、片っぽの状況はね毎年5歩10歩で進んでるわけでしょう。これねやっぱり人間ってのはそれぞれの欲望があるんだろうけど、それに走ってそれを優先すると結局一番根源的なものがないがしろにされてね、私はやっぱりこの後もう歴然について地球は持たなくなると思いますね。まさにホーキングが言ったことを何回も引用するけども、宇宙時間にしたら瞬間的にこういうね文明が進みすぎてね、自然の循環狂ったプラネット惑星ってのは瞬間的に自滅する、消滅する、生命が消滅するわけ。星は残ってるけど、これでね地球時間でそれどれぐらいですかと私聞いたら、まあ100年でしょうと彼言いました。あれから40年経ったんですよ。ああね、この間の私ダーバンのCOPの実態見てね、彼ら9時間も10時間も延長してねなんとか議決得たって、あんなもの議決でも何もならないよ本当に。何のためなバカげた会議やったのか。やっぱり、ね、カナダがね俺は嫌だって抜けるのは当たり前ですよ。そら、まあ、そういうことをね皆さんもうちょっと認識してね、この問題でねメディアはねやっぱりしっかりしてたな、ちょっと世の中啓蒙してもらいたいね。頼みますよ本当に。はい、私から申し上げそれだけ。質問があったらどうぞ。はい、どうぞ。朝日新聞の梅沢です。朝鮮学校への補助金の問題なんですけれども、今週でしたか、朝鮮学園のキム・スノン理事長がですね会見をしまして。誰が？朝鮮学園の理事長でキム・スノンというかですね、知事の先日 の議会での答弁についてですね、まあ、誤った認識であって、まあ、偏見に基づいているというようなことをお話しされていてですね、また知事に一度見に来てほしいというようなことも言っているようなんですが、まず議会で、朝鮮総連の運営関与であるとか、朝鮮総連の資金提供、朝鮮総連への資金提供という意味かと思うんですけれども、どこからの、どこからのというと、朝鮮総連へ誰が指揮したの？知事が答弁の中で朝鮮総連の運営関与、朝鮮総連の資金提供ということをおっしゃってるんですけれども、まあ、要するにその朝鮮学校が朝鮮総連と関与が深いということをおっしゃってるんですが、こういうまずこの
この間の議会の答弁でそういうお話をされた根拠というのはどういうところかって いろんな情報がありますね。側聞含めてもう一つ、その実際調査を受け入れるというふうに先方が話をしているんですが、これは徹底的にやります。予算編成までにですね、いやそんなもんね、必要にやります。その間ホールディングしてね、それでね、とにかく必要にやります。長期間アトランダムにたくさんの人間貼り付けて、そのたびたびにね、ごまかされたらしょうがないからね。はい、結局新年度予算に、いやそんなものはない。その結論が出ないからこちらが納得しない限り予算には編入しない。実際に新年度予算の編成までにそういう調査を行うおつもりというのはあるんですか？もちろんあります。それで終わらなかったらで、予算編成する後でもやります。これやっぱりね、国家の安否に関わる問題ですよ。あなたね、考えてごらん、自分の肉親がさらわれて殺されて、とにかくね、状況紹介と100人以上の人間、200人か、そういう実態の中で、しかもね、前も申し上げたけどね、向こうの工作員になるのがやってきて、日本で日本人を拉致する、そのどこで待ち伏せした、どんな人間通りやすいとか、そんな情報ってのはね、向こうからパッとやってに分かるわけないでしょ。日本に住み着いてるね、朝鮮連のね、連中がでね、手引きしなかったら、そんなに的確な、なんていうのか、戦果上げるわけにいかないじゃないですか。まあだからね、私もね、警察に持ってる情報を流してもらえたら、もっとはっきり、これは総監にも言いました。警察もあるものを掴んでるらしいから、だったらこれはその場合に、ね、私ね、調査の一つの根拠になりますからね、はっきり教えてもらえたと言いまして、そういうものを含めて複合的に総合的にね、かなり時間かけて、こちらが納得して皆さんの税金を、あの連中がああいう教育をしてるかもしれないで、学校にね、払うか払わないかはね、ある時間かけてきないから、私は都政ある人間としてのね、責任を果たしたことになりません。皆さんの税金を使うんだから。はい、どうぞ。中央大学学会フリーランスの高橋です。ですね、知事の今年度の今期の政見放送を昨日ちょっと再び見まして、その中で古いこと言わないでくれその中で法人事業税を国に法律を変えて3000億円ばかし盗まれているのをなんとか国に戻、都の方に戻したいという話をなさっていましたが、そちらの方の動きはどうなっているでしょうか？これはね、結局ね、その税制改正するするといってね、ずるずるずる伸びてるから、その中のね、一つのアイテムですからね、その結論が出ない限りね、そのあるいは待たされて待たされてね、税制改正の中でね、やっぱりああいう法律違反、基本的に違反だと思いますよ。で、東京からかっぱらった金はね、返そうじゃないかとなれば、それに越したことないけどもね、審議中、審議中っていうか、待たされてるからね、まあ、せつく方法はせつくでいろいろありますけどもね、しますしね、今日も官邸からその話も官房長官にしますが、まあ、総理にも直接言う機会もあるだろうし、ということでね、その総合的な税制改正の中でね、どういうふうに取り扱えるか、まさに私たちは、固唾を飲んで眺めているという感じでした。これがもし続くんならね、それでそれをね、いつごろにその直すとか直せない時点ではっきりそのした返事がなければね、これやっぱり負けるのかけても訴訟ぐらいしないとね、こんなね、その財務省が小手先でだね、これは自民党政権の決めたことだけどね、その全く、まあ、なんというのか、憲法違反というか、私、基本的に間違ってると思いますよ、違反だと思うけども、ね、子どもの財布に親が手突っ込んできて、むしり取っていくみたいな、バカのことがね、まかり通ればね、これから何でも横行できますわ。はい、ということです。はい、他に、どうぞ。平等党報道部の田中と申します。どこ？平等党報道部の田中と申します。今日知事とお話するのは2回目になるんですけれども、この度宮城県の女川のがれきを、太田、焼却場で、試験焼却したというニュースがありましたが、これに先立って、先月やはり岩手県の宮古市のがれきを、早く言ってる、早く焼却しました。その時に、
東京リサイクルパワーという、東電の子会社が、その問題はね、もう君が来る前に出た。君は来ないだけの話でね、同じ質問を受けない。局行って聞きなさい。それでですね、いや聞きなさい。もう聞きました。答えですよ。聞きました。それでその東、環境局の今井課長がおっしゃるには、その東京都とそのリサイクルパワーの直接の契約関係はないということなんですが、東京電力の方はですね、東京都から要請されて、受注したと、そういうふうに言っておるんです。それ食い違いが出てきてますので、それを東京電力の記者会見で正しましたところ、何を君に言いたいんだい。くどいと。何が怪しいと。記者会見を私が追い出されたんです。はあ、くどかったんだろうな、きっと。でその東京電力の大株主の東京都の知事として、東電のコンプライアンス、企業コンプライアンスとして問題がないのかどうか、それをお聞きしたいんですが。それはまあとにかく、ね、これから調べないと分からんことだね。私がする仕事じゃないし、ね、なんていうのか、担当の人間に聞かせますよ。それどういうつもりで東電がそういう返事したか知らんけども、それだけのこと。こちら何もやましいこと全くないのに、人がやる仕事ということは東電が間違ってるということ。それは分かりませんな、私に聞いても。確かな担当者言って聞きなさい。はい、次。それは責任じゃないですかね。わからんもわからん。はい、どうぞ。東京 MX の風田と申します。オリンピック招致についてなんですけれども、衆参両院の決議に続いて今週閣議了解が出ました。前回の招致活動に比べてペースが早いように思うんですけれども、こういった政府の対応を石原知事改めて。当たり前のことじゃないですか。前もノロ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 したんでね、閣議了解なんて知ってもありがたかねえんだもんな。いつ辞めるか分かんない政府がだ、やりましょうって言ったって、ね、閣議決定すればだね、これ一つのね、なんか遺産になって残ってね、代が変わってもだね、有効なあれになるけどね、閣議了解なんてもんへでもない、ちょっともありがたい。はい、フジテレビの丸山です。都営地下鉄線と東京メトロの件で お伺いします、はい、今日ですね、九段下の同じ階にあるホームで階段登らなければいけなかったものが工事が進みまして、壁を撤去し乗り換えが簡単になるということがありましたが、知事この件はご存知ですか。当たり前のことをね、ノロノロやっただけのことじゃないですか。ずいぶん時間があったね。あれはね、命福祉会現場に行って指摘してね、まだ工事も完了してない、完成はしてないんでしょ。夜中にやるからね、完全に撤去されてないわけですけどね。まあとにかくそんなもんない、役人のやるサービスってな。まあサービスの一元化で、またこれも進ん、サービスの一元化というのはまあ徐々にどんどん進んでいくかと思うんですが、一方で経営の一元化というのはまた難航が予想されていますが、そうですね。だからね、なんかまたなんかなんとかの大臣が売るところ、さっさと売るの売ったらいいんだよ。東京買ってやるから。で東京がだね、都民の声反映してね、一元化して経営したらだね、2つのね、要するに地下で一緒になるでしょうしね、料金で統一化されるしね、はるかにね、なんていうのかな、ユーザー喜ぶと思いますよ。やらない国が台湾、国の方が大株主なんだからね、主導権持ってるんだから。はい、はい、どうぞ。します。ついてなんですけれども、前原政調会長が自分の話し相手は藤村官房長官であって、国交省と国土交通大臣とは山田もめぐっては話し合いをしないというようなことを言っていて、いまだに政府与党 の足並みが乱れている感じがしますけど、そのことについての知事のご紹介。どうかしてんじゃねえか、あいつ頭冷やしたらいいんだよ本当に。本当何が気にくいのか知らないけど、何様なんだあれ本当に。今日まあ藤村君に会いますけどね、初めてね。まあね、どれだけの総理も答弁するか知らんけどさ、つまり政府がやることなんだからね、政調会長はそのね、なんとか俗用でしかないんでね、それはやっぱりそれを支えている政党の一つ かもしらんけども、そこの職務とだね、現実現場を踏まえてこれ判断するってのはね、それは国交省の問題でしょ。それと統括してるのが政府なんだからね、まあ、あとは総理が決めるか官房長官が決めるか知らんけどね、政府の責任でものを決めさせたらいいんですよ。
それ大体物事は筋道整ってきたのにだね、政調会長が何様か知らなきゃね、委員とにかく気に入らねえってことでこんなの反対したらしょうがないよ、そらな。はい、どうぞ。東京新聞の岡村と申します。来週大阪市の橋本新知事がですね、上京されて知事にも会われるやに伺っておるんですけれども、それで地域連携なんかのお話をじっくり話されるおつもりなんでしょうか。地域連携って何ですか。大阪府と連携して、何が、国を動かす。遠くに連携してるよ、うん、これ以上さらに進めるという、ああそうでしょう。やっぱり会計制度もそうですしね、から府で取り入れてくれたら今度市でもやるでしょう。市でね、きちっとした会計制度で、ね、外部監査入れたらね、それは今まで市議会がね、要するに組合に、要するにそのおだてられてか何かして拘束されたり、いかにバカな行政したかも白日のもとにさらされますよ。結果残るじゃないですか。どういった場でお会いになるんですか。町内でお会いされるんですか。さあ知りません、分かりません。それはどうぞ。 MX テレビの山中です。都は2年前から高齢者対策として東京モデルというケア付き住まいを国に先駆けて作りました。まだ当初の目標通りには数が増えていませんけれども、知事は今後さらに普及させるために何が必要だと思いますでしょうか。それはあれですね、まず業者の理解、それとね、それに対する都の姿勢、援助の姿勢、それからね、用地の確保も、場所によっては難しいところもあるでしょうし、しかし、なんとか預かったきりのね、お年寄りなんだから、その一回そこまで来てもらえばね、出たり入ったりすることないんでしょうしね、一つ、この間、モデルルーム見ましたけどね、非常にいいと思いますね。で、ああいうことをね、やっぱり新しい形でね、展開していけば、お年寄りは助かると思いますな。はい、どうぞ。朝日新聞の菅野と申します。外環道についてお伺いします。国交省の方で、12日に本線の方に、新年度着工すると、再開するということで発表がありましたけれども、でその一方で外環 の地上街路ですね、本線と別に都の方の事業でまだ計画が残っていると思うんですが、で石原知事は以前2006年の知事 会見の時にですね、地上に住んでいる方は安心してほしいと、道路は地下に通すので安心してほしいという趣旨のご発言があったんですが、そのあたり の整合性というかですね、地上の道というのが知事がまだ必要だとお考えになっているかどうか、ちょっとこれはちょっとね、現場を見ないと私今正確に言えませんがね、とにかくなんていうのか、基本的な指針が決まってね、これは東京のためじゃないし、日本全体のために、ね、外観ができるということは非常に大事だし、その効果のあることだと思ってますけども、地域地域いろんなもの出てくるかもしれませんがね、これやっぱり対極的にものを考えてね、速やかに解決して住民の人たちも納得をしてもらいながらね、ことを進めたいと思いますな。はい、おい、新宿新聞、お待ちどおさまでした。新宿新聞の木田です。冒頭のですね、地球温暖化の問題なんですけれども、京都議定書をですね、アメリカと中国が参加してないということの理由でですね、日本政府は離脱をするということになったわけなんですけれども、この日本政府離脱って言った、カナダは離脱するって言ったけどね。そうですか。そうだよ、君ね、もう聞くならさ、ちょっと正確に調べてきたらもうないや、新聞もよく読んでこいよ。それでこういう場合にですね、日本政府の取るべき立場としてはどういうふうに考えたらいいんでしょうかね。さあ、それやっぱりね、そのね、アメリカもね、中国もだね、要するにインドもね、その CO2 の大排出国なんだからね、あなたは世界全体の声で頭冷やしてね、一刻も早く入りなさいということを言わなきゃいけないダメですよ、それは。40年、これから4年先のね、その2015年だね、その一応フォーメーション方式を作ってね、それから5年かけて実現するなんて、そんなまだるっこいことでね、ことが助かると思いますか。で、日本の政府もね、何考えてるか知らんけどね、なんていうのかな、本気で自分の身の上のことを考えてやった方がいいよ。そういうところが来たと思いますよ。だからアメリカなりシナなりだね、インドを説得するんだよ。
それは外交ってもんじゃないですか。はい、どうぞ。いっぺんに言えよ、君に関する。いっぺんに言って。ですね、最近、新潟県が新潟州という制度を打ち出したみたいなんですけども、そう、いわゆるもう、州、いわゆる中央政府が結局、今回の震災において、何の役にも立ってない現在、東京をはじめとして、大阪も外壁の受け入れを決めましたし、いわゆる道州制のようなものがどんどんと広がっていくと考えられるんですけれども、その時に東京都はやっぱり首都圏連合として動いていくのでしょうか。いや、そのまた新潟の話よく分からんけどね、新潟州だって新潟県がそのまま新潟州になるわけじゃないでしょうし、州という限りもっと広範囲の、ね、行政区分というのを考えるんでしょ、はいはい、まあ、それはね一挙に出来上がるもんじゃないでしょう。ただね、東京はね呼びかけて、神奈川ね、埼玉、千葉と組んでね、いくつか広域行政やってきましたし、これも成功したしね。ただ地方がやって成功したから、絶対地方の役には真似しないからね、あいつら変な貢献があって、さっさとやったらいいの、同じことをね。でね、僕はまあ新潟のこと詳しく分かりません。ただまあそのということがどんどん進んでいくから、やがて道州制ってことになるんだろうけども、これはまあなかなかね、今あるね、その40何だただ都道府県の区割りってのは知ってもいいと思わないし、おかしな話だと思いますよ、もう時代錯誤ね。ただね、これをどうまとめるかってことになったら、もう既存の利害関係があってですね、そう簡単にいかんでしょうし、新潟が頑張ってもね、それは隣の富山ね、石川、秋田、山形、日本海側のね、あそこが、どういう形で独立するのか連帯するのか、まず連帯から始めるんだろうね。まあ難しいでしょうな。いや別に不可能とは言いませんよ、やったらいいと思うし、それがどんどんどん日本の国家を変えていくことになると思うから、現にまあ首都圏ではやりつつありますけどね、成功したことを絶対国が真似しないから、だから結局ここで足踏みしている形がとどまんない。あと一つだけなんですけども、いわゆる息子さんのノルテルさんが、あれですね、尖閣を買おうと、尖閣は国で買うべきだという、常々石原さん、都知事が著書で言っていたことを口論しましたけれども、それについてはやっと親の言うこと聞くようになったんじゃないか頭冷やしてまあね、好ましいと思えばその方がね。ただやっぱりなかなか時間かかるし、今の政局眺めたらね、これはねなかなか急にいかないし、僕はだから息子にも言ったんですけどね、とにかくあそこにね、国会議員が国会調査権をかざして行かせろと、超党派で、民主党でも交通人がたくさんいるんだから、だから俺に言ってもしょうがないんでね、総裁に言ってくれ、谷垣君に言いました。したら谷垣君が、まあ弁護士らしい、分かりました、結構な話なんでね、早速委員会に諮ります。委員会に諮らなくて、有志で行ったらいいじゃないかって言ったらね、まあ、委員会に諮るっていうか、諮ったんだって、で理事会でもね、決まったんだって。さっさと行けばいいけど、まだ行かない、半年経っても。行けばいいんだよ。国は止める権利ないんだからね。国会議員が国会調査権でね、審議会のね、石垣市の審議会が行くのと違うんだから。なんで行かないんだよ。何を恐れてんだよ。尖閣隊の本当にも中国から金もらってもいいのかもしれない。それじゃ行かなきゃいいわ、そらな。さっさと行けばいいんだよ。それ国会議員のね、なんか責任じゃないですか。物事をね決めて行動しなかったらね、何も決めたことになりませんわな。はい、それじゃ、はい、どうぞ。毎日新聞の竹内と申します。知事は14日にですね、亀井さんとお会いしてですね、その席上、亀井さんから新党結成とかですね、新党への参加の要請を、されたっていうような、まあ、話があるようですけども。話でどこから聞いたの。そういう報道が出てましたけども。どこに報道出てたの。言えよそれは。君は報道陣の一人じゃないか、はい、質問するなら論拠はっきり言えよ。朝日新聞の方に出ておりましたけども。すいません、朝日の記者いたら記事見せてくれ。俺読んだこと朝日新聞取ってねえからな。で実際どのようなお話があったのかなと。さあね、これはまあね、亀井君の思惑もいろいろありましたからね、亀井さんに聞いてください。はい、発起人は彼です。